路や堤防を安全に安心して利用できるように、情報板や照明灯、センサーの整備を行っております。本賀川田鉱石の電気通信機器の維持管理を担当していて、機器の点検や整備に携わっています。災害時に被災地の通信を確保し、速やかに気象情報などを提供できたときにやりがいを感じます。電話やメールなど業務に必要な電気通信設備を整備・点検し、スムーズに業務が進んだときにやりがいを感じます。一緒に電気のプロを目指しましょう。お待ちしてます。初めてのことや知らないことが多く不安もあるかと思いますが、優しい電気職の先輩たちがたくさんいます。皆さんも九州地方整備局で一緒に頑張りましょう。本賀川の排水機場、肥門肥管といった機械設備の維持管理を担当しています。大分川ダムの機械設備の設計や積算、また工事現場で工事管理を行っております。日々の点検で機械の故障しそうな箇所を事前に発見し、素早く修理を行うことで地域の方の笑顔を守れることにやりがいを感じます。自分の担当している工事が現場で形になっていくことを実感でき、やりがいを感じております。九州地方整備局には機械の職員もたくさん働いています。ぜひ皆さんも九州の明るい未来を一緒に支えていきましょう。九州地方整備局では先輩職員の温かいフォローがあり、仕事に取り組みやすい環境となっております。皆さんもぜひ一緒に働きましょう。ハローワーク施設の新築工事の監督業務に携わっています。税務署やハローワークなど国の機関の建物の整備に関する工事監督や、建物を長く使ってもらうために施設管理や技術的なアドバイスをするなどしています。新しい施設が利用される未来を想像しながら監督業務に携わると、ものづくりの醍醐味を感じワクワクします。工事現場では設計担当者や工事を受注した建設会社の技術者たちと一緒に知恵を出し合い、実際に建物が出来上がっているプロセスを見るのが面白いです。世界に一つしかない一点物の建物づくり、一緒に頑張りましょう。皆さんお待ちしています。子育てしながら仕事をしている女性職員はたくさんいます。一緒に頑張りましょう。Thank you.